皆さんこんにちは、ジャズボーカリストの川本睦子です。この動画を撮っているのは2020年3月31日です。世界的な新型コロナウイルスの流行によって、我々音楽業界、コンサートやライブが、ことごとく中止になって活動ができないという状況になっています。ミュージシャン、そしてお店のベニューの方々が本当に、もう経済的に大損失を受けていて大変なんですけども、まあ、今はね、この動画ではその話ではなく、シンガー、ボーカリストがこの時期にできることは何かっていうのをね、ちょっと前向きな気持ちになれるような動画を撮ってみたいなと思って、考えてみました。この時期だからこそできること、例えばレパートリーの見直し、こうジャズボーカルをやっているとこうずっとね、もう10年以上歌ってる歌とかね、なんか自分流になってたり、いつの間にかなんか間違っすごく大幅に間違っていたりってことがあったりするので、まあ、例えば、まあ、その歌詞をね見直してみる。例えばその小さな接続詞とかね、あと複数形単数形がどうだったっけとか、冠詞があだったっけばだったっけみたいな小さいところで結構間違ってることとか、それが結構大きなね、意味があったりとか、そういうこともあるので、そういう歌詞を見直してみるとか、あとはですね、譜面を整理してみる。その譜面が、まあ、ずっと使っているとミュージシャンがいろいろ書き込んだりとか、このコード違うよって言われるんだけどなんか放置しているとかいうの、そういうのあったりとか、まあ、必ず自分がその曲で必ずこういうエンディングをする場合はもうそのエンディングを譜面に書き足しておくとか、その方がなんかねスムーズにいく場合はそうやった方がいいし、というような細々とした譜面の整理などができたりとかすると思います。あとは譜面がぐちゃぐちゃしていたらファイリングをねきちんとしてみる。 ABC 順に並べてみるとか、まあ、いろんなファイリング方法があるので自分のやりやすいようなファイリング方法を模索してみる。あとはですね、バースをね、いつも歌っている曲のバースの部分がある曲はバースを勉強してバースを覚えてみようかなとか、そういう風にバースに挑戦してみるとか、あとはそうずっと歌っているとそのストレートメロディーから大きく逸脱した自分の歌い癖みたいなのがついてしまうことがあります。なのでストレートメロディーを今一度見直してみて、あ、なんかこうね、あ、自分はこうやって歌ってたけどこっちの方がいいなとか、そういうのがね、分かってくると思うので、ストレートメロディーを見直してみる。あとはその曲のいろんな人のバージョンを改めて勉強してみるっていうとか、まあ、そういう細々とした、見直しっていうのができると思います。まあ、あとは、まあ、新しいレパートリーを覚えるっていうのももちろんいいと思います。あとはですね、まあ、基礎的なことなんですけど発声の基礎を見直す。やっぱり発声はですね、すごくライブが詰まっている場合は、まあ、どんどんこう自分流になってて、あと疲労が溜まっていったり変な癖がついていったりということがあるんで、今こうライブができない期間っていうのは喉も休めて、まあある意味いいかもしれません。自分の基礎を見直すっていうのはとてもいい期間になると思います。まあ、YouTube いろんな発声 のボイストレーナーの方の動画すごくたくさんあるんですけど、まあ、私の個人的なおすすめは私の師匠のジャスティン・ストーニーさんの、動画が一番私は大好き、分かりやすく大好き。ただ英語しかないので英語が聞き取れる人はとてもいいと思います。あとはそのジャスティンさんの考えっていうのは私は勉強しているので、私に、レッスンを受けていただければお教えします。どういうことなのか、彼が言っていることとか、あと私が、オンラインレッスンすることもできます。はい。で、あとはね、もう今オンラインレッスンですよ。オンラインレッスンが今もうみんなやるしかないのでオンラインレッスンをしているんですけども、あとは英会話のオンラインレッスンを受けてみるとか、まあ、英語でジャズは英語で歌うからやっぱり英会話ができるに越したことはないんですよね。で、英語に自信がないという人はやっぱこの機会にちょっと英会話に挑戦してみるっていうのもとてもいいと思います。あとはですね、英語発音のオンラインレッスンですね。英会話も大事なんですけども、英語発音っていうのはまた英会話とちょっと違うんですね。例えば音楽の何か楽器を学ぶときに、
いきなりこの楽譜を渡されて、じゃあこれを弾いてくださいって言われてもできないですよ。その楽器の奏法を知らないとその音楽を奏でることはできません。それと同じように英語発音っていうのは私たちの楽器の奏法の一つと同じなので、で学校で学んでいるその英語の授業で学んだ発音っていうのは間違っていることの方がほとんどなので、すごく悪い癖がついていることが多いんです。で英語発音のオンラインレッスン私やっているので、ぜひ私の方に、ご連絡ください。まあ、他にもいい先生がいるので、自分のぴったり来る先生を見つけたらその人に習ってみるのはとってもいいと思います。はい、あとはですね、もう自分のメンタルですね、自分の内面を掘り下げてみるとか、まあヨガのレッスン、オンラインレッスンっていうかヨガの動画、私がおすすめの B ライフの、動画のシリーズが大好きなんですけども、ヨガは本当に呼吸とかその、まあ、体に本当にいいので、ヨガのことをやってみるとか、あとはですね、あの動画の編集、やっぱ動画とオンラインでのその発信っていうのがもう今それしかできないから、動画の編集、動画の、その編集をしてアップするっていうことを、そういう技術を身につけてみる。で結構そのアップするっていうのは勇気がいることなので、ジャズの人で自分の活動を YouTube にガンガンアップしてる人っていうのはいるんだけど、みんながみんなやっていないので、それにちょっと勇気を持って自分の活動を、アップロードしてオンライン化してみるっていうのはとてもいい。この機会にね、ぜひそのことをやってみるのはとてもいいと思います。あとはそうですね、デザインのそのフライヤーデザインの勉強してみるっていうのもいいと思います。やっぱりフライヤーっていうのはね、どうしても必要になってくるんだけど、みんなわかんないから、なんかアプリで作ったりとかいろいろやっちゃうと思うんですけど、まあアプリで作るにしてもどうやったらもっとかっこよくできるかっていうのをこの機会に勉強してみるっていいと思います。いろんなそれもね、ハウトゥーのサイトとかなんぼでもあるので、検索したらそれもやってみるといいと思います。はい、ということでね、いろいろレパートリー見直すとか言ってみましたけども、ぜひぜひね、この機会に、まあ私もすごくね落ち込むんですけども、一つ一つちょっと私も見直して基礎的なとこからやり直してみようかなと思っています。では皆様、本当に、手洗い、うがい、そしてマスク手に入りませんが、手作りなどのものを使ってなどしてですね、人混みを避けて気をつけて過ごしていきましょう。人にうつさないような意識っていうのが大切なんだそうです。ということで皆様、健康に気をつけて、ではねー。